します。大きな拍手で皆さんの、答えたいと思います。ありがとうございます。それでは今日は、政党でよろしいですか、議会会派でよろしいですか。政党で、じゃあそれぞれ政党の代表の挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。どちらから行きましょうか。まず健康参議院議員さん、まず先にお願いいたします。皆さんおはようございます。社内党委員長参議院議員の伊藤和恵子でございます。実は先ほどから話がありますホバリングの件ですけど、当日実は昼間ですね、私たちはそこへ行っておりました。実際に最初のうちはどこの飛行機なのかわからないという状況でありましたが、実は米軍のヘリが飛んでいたのを確認をして写真も撮っております。ただそれはホバリングをした飛行機ではないということで言い張っておりましたけれど、ただ後半になってから、自衛隊機ではないということをはっきり、言っており、であれば飛行機は、このヘリがどこの所属であるかというのも明らかでありますけれども、ただ防衛局が主張してたのは、先ほど山城さんも話にありましたように、国も県も村も全てこの件に関しては、認めているような発言でありました。剣道のことも含めまして、それからオスプレイに関しましても一切関知していないという、そういう状況で、住んでいる住民を無視し県民を愚弄するようなこの対応に対しては決して許すことはできないということで、本当は新年早々こういう形で、ここに結集することは、今年からは、なくなってほしいと思いましたけれども、相変わらず政権が変わっても今のこの状況を続けていくことに対して、断固として、抗議をし、そして皆さんと一緒に勝利を勝ち取るまでしっかりと頑張っていきたいと思っております。国会の中でも、そして今日は県議会、市町村議会、たくさんの方々見えておりますので、どうしても力を結集して何としてもこの今の演習を止めながら、何としても真の意味でのこの国神を中心とした私たち、きちっとした米軍の基地の撤去までしっかり頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。糸数恵子参議院議員です。国会議員として特別挨拶をいただいて、社大党は、おとねるの比嘉恭子副委員長からご挨拶をいただきます。沖縄県民が日本国民であるかどうか問い続けたいと思います。ならば日本全土の民意は受け入れられるはずであります。そこに何があるのか、ぜひみんなと一緒に県民が国民の一員であるということをですね、今年も問い続けたいと思っています。社大党です。頑張りましょう。社民党から新里米吉委員長が参加でありますので、激励の挨拶をいただきたいと思います。私たち社民党、昨年この事故が起きて後ホバリングのことについて交渉をしました。ここで、局長と話をしましたが、その時に局長が言ったことが、自衛隊はすぐ返事が来たと言っていました。自分たちはそこで運航してないと、米軍はと言ったら米軍は返事が来ないと、ただし非公式に後で返事をすると、今日中には来ることになっているが来ませんと、こういう話をしてました。それじゃあこの非公式に返事をしたところが犯人だと私は言いました。非公式に返事をしますと言ったところは、これはそこを飛ばしたから非公式に言えるんだと。そして時間がなんでこんなにかかるのかと、組織された軍隊がなあなあめいめい勝手に自分で思い思いにヘリを飛ばすわけないでしょうと、当然運航計画があって運航計画に沿って飛ばすんだから、それを調べれば1日で分かることなんだ。それが 4,5 日かかっても分からんはずはない。なぜここまで伸ばしているのか、我々にごまかすために、ごまかすための返事をどう作ろうか、どう取り繕ろうのか、我々は剣道の上は通っていませんでしたと、基地内におりましたと、基
市内で運行していましたということを、そういう口実を、苦し紛れにどういう返事をしたらいいかの口実を作るために時間がかかっているんでしょうということで強く抗議をしておきました。ですからその後の状況を見ると、まさに我々が指摘した通りだったんだなというふうに感じております。一つ交渉団の皆さん、しっかり頑張ってください。一緒に頑張っていきましょう。ありがとうございました。共産党前田正樹副委員長でよろしいですか。皆さんご苦労様です。今日は赤嶺政権衆議院議員は別用事がありまして、私ども火曜葬儀県議団団長含めて5名の県議全員参加しました。国会で赤嶺室に火曜県議団長特徴様議員も参加をいたしまして、防衛局を呼んでですね、厳しく抗議をしております。その中で戸口議員からも、県道の上でこういうことをやるならば犯罪じゃないのかと、こういうふうに指摘に対してはですね、相手はうなずいて否定はしていないそうです。そういう意味で本当にこの許せない、先ほどこういうようなことが日常的にやられたらもうたまらないというのがありました。で、今度の問題は本当に米軍時代にもやらなかった司法の権限を活用して、仮処分申請という形でやりながら、この住民大衆運動を弾圧する、そういう狙いがあると思います。そういう面で裁判所で、じゃあその妨害の事実を証明せよと言われながらも、それが立件できないまま工事を強行する、本当に許せないことだと思います。そういう面で私どもは、普天間から飛んでくる、そして辺野古、高江、この3つは1つのものではないかということで、県の方にもこれまでの見解を改めるべきだと、知事選挙で県外移設といい辺野古はダメだというならば、この高江も一緒じゃないかと、そういう形で県の態度もしっかりとこの考え直すべきだということで、私ども軍特委員会でも述べておりますけれども、皆さん、こういうような状況は本当に許されません。人間として平穏な生活を営む権利であります。そして過半の返還ではなくて、ヤンバルの北部訓練場、世界で唯一の凶暴な訓練場を全面返還せよと、そういう戦いを含めてですね、辺野古の皆さんと連帯をしながら、また全国の皆さんとも連帯をしながら、新しい沖縄の運動をこの高江から共に作っていこうじゃありませんか。そして工事は何としても中止をさせてまいりましょう。共に頑張りましょう。ありがとうございました。今日は、たくさんの議員が本当にこんなに参加をいただいております。皆さん向かって右側から沖縄市議会から池原、議員でございます。名護市議会から三木県議員でございます。新里米吉県会議員、崎原志向県会議員、戸口治県会議員、西目、住江県会議員から火曜葬儀県会議員、玉木信子県会議員、山内聖子県会議員、前田正明県会議員、渡嘉敷清子県会議員、伊賀清子県会議員、そして、高須恵子参議院議員です。社民党中村美穂県会議員、そして由比の会、ズケラン、ズケラン久保県会議員でございます。やっぱりやってた。それでは、多くの皆さんにですね、ぜひこれから大きな支援をいただきたいと思います。拍手で答えたいと思います。ありがとうございました。今日は、多くの皆さんがご参加です。今、足富、ヘルキシ協共同代表参加であります。島田善治普天間爆音団、中根明嘉手納爆音団、中村声優、失礼しました、嘉手納爆音団、渡吉、副団長勢ぞろいであります。平和市民連絡会城間代表、そして統一連山田事務局長、平和運動センターのたくさんの参加の労働組合も参加であります。心から感謝申し上げます。時間があればそれぞれご挨拶をいただきたいところでありますが、10時が近づいておりますので、後ほどまた総括集会などで、激励の挨拶などをいただきたいと思います。よろしく。思いのほか議員です。いいですか、上がります。いいですか、じゃあ出ましょうか。
おはようございます。はい、じゃあこれから山内徳信先生、あと福田恵子さんと他のテリパティナの住民の会による要請を行います。よろしくお願いします。おはようございます。2回目のこのような会議をセットいただいておりますので、経緯をしたいと思います。県民会議の事務局長として山城と申します。引き続き、進行役を務めながらさせていただきたいと思います。今日は私ども今ご案内がありますように、参議院議員の糸数恵子、山内徳信両参議院議員、14名の県議団、市町村から多くの市議団も含めて今大結集をしてこの交渉の成り行きを見つめております。ぜひ誠心誠意な回答とそして論議をお願いしたいと思います。あらかじめ、今日の論点について申し上げて議論に移らさせていただきたいと思います。まず1点は、先日の交渉でも、要請をしておりますが、22日の晩の未明の大場、米軍の方、あの凄まじい爆風を伴う飛行は一体何であったのか、その聴取をした結果について開示を願いたいということが1点であります。2つ目は、皆さんもすでに、多くの課題を抱えていると思いますが、私たちの基地建設をやめてほしいという説得活動を妨害行為と捉えて仮処分申請をされております。2009年10月のことです。それから私たちのさまざまな要求に対して、訴訟中であるので、裁判所で話しましょうと言ってきたのは皆さんですね。その仮処分がことごとく葬られて、ついに今本訴で争っておりますが、裁判所からは何が妨害行為なのかを示せということを強く言われているはずです。それはですね、つまり皆さんの求められているところであって、ここは工事を強行するような場面でないことは常識的に言えば当然のことです。ですから私たちはその工事を強行する理由と、そして私たちとしては工事はまかりならんということで今強く求めております。ぜひそのことを踏まえてですね、その回答を求めたいと思います。で、私たちとしてはこの危険性が除去されるまで、あるいは真相が究明されるまで、工事を差し止め、そして飛行訓練を止めるよう防衛局として施設の提供者としてですね、運用している運用主体である米軍に飛行訓練を自粛してくれと、やめてくれということを言うべきだと、このように思っております。ぜひその3点についてご見解をいただきながら今日の交渉をさせていただきたいと思っております。よろしくお願いします。